こう圧迫感感じますね。なんか危ないですね。コロナ、はい、コロナ、これ危ないね、これ。え、ま、何が？こコロナ、はい、柱が危ないね。柱あるやん。いっぱいありますね、ここね。この柱、はい、ほんまに当たるからな。当てそうな、当てそうなので。いっぱいありますね。ちょっとこの柱、動画撮ってみようか。はい。ちょっとこれほんまに危ないからな。柱についてですね、今度は。はい。追い越しのもういいですか？追い越しは調べましょう。また後ほど。はい。では、ありがとうございます。柱について、はい。お願いいたします。柱について。続きまして。はい。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ここは、駐車場、某駐車場ですね。某駐車場です。これ見て。はい。ちょっとこれ見て。この柱、これに、はい、ようぶつけんねん。これはぶつけてる後ですか？ぶつけてる後でしょう。これぶつけてるな。結構削れて、あのね、うん、なハウスダストじゃないわ。この辺、車この辺ぐらいの高さ、大体。あのワゴンなるとかになるとね、はい、ここが削れてる。え、これは、すなわちやっぱり四角に入って見づらいってことですかね、これが。あ、これはもうちょっと気使えへんかって、ボケーともう線だけ見とったら、あ、こちらのね、線だけ見とったら、これほんまにぶつける。めちゃめちゃほんまに気をつけたかぜ。ほんまに気をつけた。まあまあぶつけてんねん、ここほんまに。こんなとこでぶつけたら目も当てられないですよ、ほんまね。大門どころじゃなくて。もう一気にね。なあ。ほんで、これもう一つ気をつけなあかんのが、はい、寄せすぎたらドアが開かへんねん。ああ、これは考えられてますね。これがもうちょっと寄せたら、ああ、この、大丈夫かな。あったんねん。ですね、今はちょうど、うん、あまり、ちょっとこっち目にあったんでね。俺の車は当たらんな。ワゴン車とかやったら当たりそうですね、もう完全に。これはほんまに気をつけた方がいいよ。気をつけポイント、はい。気をつけポイントやで。でもこれの子、うん、名前がなんていうかとか、全く柱。なんて言っていいんですか。斜めの柱。斜めの柱や。気をつけろ。はい。これは危ない。じゃあこれちょっと危なさをちょっとほんだらチェックしてみようか。はい。ミラーでは見えてないですね。ミラーでは見えへんやろ。はい。はい。見え、分かりにくいやろ。分かりにくいです。そうやろ。はい。感覚。もう左右のミラー見ても、ほんで左右のミラー見ても、はい、このナビのこれを見ても、もう柱が映ってない、ね。映ってないですね。右上にちょっと映ってるけど、こんな感じで。はい。ここね。このアラウンドビューにはこの柱が映らへんね。なんて凝った。だからアラウンドビューでずーっとバックしとったら、見てバックしとったら、柱に近づいても。ごつうんですね、これ。うん。やっと今、まだ見えてないです。まだ見えてない。あ、今見えてきました。あ、見えてきた。はい。ですね。絶対するの難しいですね。難しいな、これ。この危なさ。あ、危なさ。なあ。ということ、この柱がちょっと危ないです。はい、今ホームセンターの駐車場やねんけど、ここの柱が危ないです。どう、ミラー見ながらバックできる？うわ、怖い。急に、うん、急に見え出しました。そうやろ。だからこれ白線だけとか見て雑に入ったらここに当たんねん。これ当たりますね。うん、そのままやったら OK ですね。 OKOK、 オッケー、オッケー、おらおらい。これこのままやったら OK ですけど、うん、うん、もうほんまに一歩までやったら当たりません。だってめっちゃ当たってるから、これ実は当たってる、ね、もうゴリゴリやで、これゴリゴリに当たってる、みんな。ということはやっぱり、うん、ミラーだけじゃなくて、うん、まずは入ってきた時からちゃんと周りを確認せなあかんな。こう確認して、ほんでバックしてください。うん、そうやろ。びっくりしました。これワゴン車でやったら、うん、キャラバン、うん、ガッシャーン。これもう目も当てられへんで、ね、これやりますね、キャラバンやったら。これやるで。これな、アラウンドビューモニターやったら映らへんねん。ですね、映ってませんね。アラウンドビューやったらバックしても映らへんから、これはほんまに入ってきた時にちゃんと確認してバックしてもらわんと、はい、ダメです。すいません、あの勉強、これが勉強になりました。勉強になりました。はい、
ここは本当に危険なポイントだっていうことが分かりました。そうやろ。はい、中田さん来ました。はい、このようにここのポイントを見てください。結構この柱が見えづらいことによって、いけこのままではいけません。まだいけます。オライオライオライ、あのやってることがよくわかります。まだいけるんで、もうちょいお願いします。オライ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 、はい、このような感じでここがえぐれてるっていうことがわかりますみんながやってるわけがわかりました。わけがわかる。はい、わけがわかりました。このはい、もうちゃんと周り確認せんと、ミラーとか、はい、アラウンドビューモニターだけ見とったら、はい、そこに当たる。このようにほんでソナーもなりませんね。なソナーもならへん、ほんまに。はい、だからほんまに危ないです。もうこれはあの目の当たりにしました今目の当たりにしました。だからミラーに映ってないから、はい、何に当たったかわからへんねん多分音だ、あの驚きが来るんでしょうね、衝撃とともに。そう、何ってそう、だからこれほんまにみんな気をつけてください。はい、これは危ないです。中さんの、うん、本当に皆さんにあのお伝えしたいことです。これだって俺、はい、前当てかけてかけたね、当てかけてよかったですね。あんなバックしとって、はい、ほんでバーって見とって、ほんならミラーの後ろにちょっと柱がこれ見えてん、はい、このルームミラーに。ルームミラー、はい、で、ほんであれと思って、ほんでガッと止まって、はい、危なかったほんまにほんま危なかった。なっかさんでもあれですね、ちょっとヒヤリハットがあったんですねこれヒヤリハット、ヒヤリハットね、ほんまに危ないから、はい、ほんまに皆さん気をつけてください。わかりました、勉強になりました、ありがとうございます。よくなって終わりましょう。はい、でもほんまに、うん、右側やないですか、うん、右でやるってなかなかあのでもここしか空いてなかったらここ止めなあかんやん。そうですよね。だから右側ってね、うん、結構左でやるん、うん、ぶつけるんは、うん、よくあのまだ見づらいから分かるって言うけど、うん、こんな右パターンでもあるんですね。ありますね。はい、これはほんまに危ない。どう勉強になった？勉強になりました。よいしょ、勉強になりました。これいってよ。ほんで、あそこ空いてるわと思うやんか、はい、ここ空いてるわと思って、ここを買い目にこうやってガーって切ったら内輪差ね、ここで、はい、ガーって当たる、ここでガーッとこんな感じで、これ危ないですね、当たる可能性があります。そうやろ、はい、だから一番端っこを右に曲がる時もこれ気ぃつけなあかん。よいしょよいしょ、当たりますね。当たります、ね、怖いですということで今日は、はい、ホームセンター駐車場気をつけてください動画でした。本当に気をつけてくださいです、ね、これほんまに俺当てかけて、ほんまにキャラバンでキャラバンキャラバンで当てかけて、よかったですね。アラウンドビューモニターで、はい、ああいけるいけるみたいな感じで左右のライン合わせようと思って、はい、ほんだらもうパッて映って、はい、なっと思って、もう当たったら目も当てられますねキャラバン笑われへんわ、もう鳥爆弾の鳥の糞爆弾どころの話じゃないで、ね、ではないな。はい、危険でした。危険ポイントです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、バイ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 。